クラークスビルはアメリカ合衆国インディアナ州南東部のクラーク郡にある町である。オハイオ川に沿ってあり、ケンタッキー州にまたがるルイビル大都市圏に属している。2010年国勢調査による人口は2万1724人だった。クラークスビルは1783年に初期住民のジョージ・ロジャース・クラークによって設立された。ここはオハイオ川の全体では 唯一季節による早瀬ができるところであり、北西部領土では最古のアメリカ人による町となった。町内には世界最大級の時計であるコルゲートクロックがあり、またホールズ・オブ・ジ・オハイオ州立公園には世界最大のデボン期化石露出層がある。クラークスビルの町となった場所はアメリカ独立戦争の時にジョージ・ロジャース・クラークが作戦の基地として最初に使ったところだった。 1778年、オハイオ滝の上流にある島に基地を設立し、そこから西部の防衛のために175名の連隊を訓練した。戦後、クラークは独立戦争での功績に対して15万エーカーの土地を払い下げられた。1783年、その中からクラークスビルの町の開発のために1.000エーカーの土地が取って置かれた。同年、 防御策が築かれ、入植が始まった。探検家のウィリアム・クラークは、ジョージ・ロジャース・クラークの弟だった。著名な歴史家のスティーブン・アンブローズは、メリウェザー・ルイスとウィリアム・クラークについて、著書、アンドン・ティット・カーレジの中で、彼らがクラークスビルで握手した時、ルイスとクラークの遠征が始まったと記している。滝の近くにある二人の彫像は、その遠征を記念するものである。 クラークスビル以外にも、ルイス・クラーク探検隊の出発点を主張する場所が、いくつかあり、中でも有名なのが、ミズーリ州セントルイスである。19世紀に何度もあった洪水のために、また、インディアナ運河会社が、オハイオダキ周辺の運河建設競争に敗れたために、町は苦闘することになった。1805年8月24日、インディアナ準州議会が、 オハイオ滝のクラークスビル周辺に運河を建設することを承認した。最初の工事は失敗し、投資家たちは金を失った。歴史家たちは、それがアーロンバーの陰謀のために使われたと考えている。開発業者たちは1817年、さらに1820年にも、再度運河の建設を試みた。しかし1826年、 連邦政府はルイビルポートランド運河の建設のために大きな払い下げを与えた時に運河建設競争は失敗した。オハイオ滝があるためにオハイオ川を使った輸送が難しかったので運河がないということはクラークスビルの成長にとってハンディキャップだった。クラークスビルはケンタッキー州民にとって決闘を行うことが多い場所となった。ケンタッキー州は 血統が禁じられており、その方を避けるために、ケンタッキー州民が宗教のこちら側に来ていた。最も有名な血統は1909年、ヘンリー・クレイとハンフリー・マーシャルの間の血統であり、二人、共に、継承で終わった。クラークスビルの境界内に二つ目の町を建設する、試みがあり、その名前も、オハイオ・ホールズ式とされていたが、 インディアナ州最高裁判所がその動きは違法であると裁定した。ジョージ・ロジャース・クラークの小屋、オハイオ川に沿ってあるクラークスビルの町はバージニア州からのチャーターに沿って10人の理事による新宅理事会によって運営されていた。理事会は道路に沿って区画を配置し、町の駅とするために、それを売って利益を出すことが認められた。理事は必要に応じて代替人を選出でき、 町の中に住む必要はなかった。このことについては住民の間に議論が残ったが、1889年、新宅理事会が集会を止め、3人の理事会に置き換えられた。1人の理事はフロイド軍委員会によって選ばれ、1人の理事はクラーク軍委員会によって、最後の1人はクラークスビルの町民によって選ばれた。 1889年から1937年、町は5人の理事による新宅理事会を設立し、すべての理事が町民から選ばれるようにした。この政府形態の変更に関連する歴史的な記録は1937年、オハイオ川洪水によって失われた。1937年に大洪水は町を大きく破壊した。1月から2月に町全体が 水深12フィートの下に沈み、場所によっては3週間以上も続いた。古い街の大半が破壊されたので、クラークスビルは新しい近代都市計画のもとに再建された。第二次世界大戦後の住宅ブームと新しい職が生まれたことで、クラークスビルは成長した。人口は1940年の2400人から2000年には22000人まで成長した。 何度かそこそこの大きさがある郊外部を併合することで北に向かって拡大された。1981年までにインディアナ州が州法を改定して新宅理事会を委員で構成される調整委員会に変換した。地域が成長した後の1990年、有権者が調整委員会の委員数を5人から7人に変更する案を承認した。 クラークスビルは現在南インディアナ州のショッピング中心地であり、ルイスクラークパークウェイとベテランズパークウェイを中心とするハブ地区ができている。クラークスビルは北緯38度18分43秒整形85度46分2秒、北緯38.3194度整形85.76722度、 38.31194-85.76722に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、超域全面積は10.17平方マイルであり、このうち陸地9.97平方マイル、水域は0.2平方マイルで、水域率は1.97%である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。オハイオダキ観光案内所、オハイオが赤石層に隣接してあるクラークスビルには世界最大のデボン期化石露出層がある。この場所はホールズ・オブ・ジ・オハイオ州立公園に取り込まれており、州が教育センターを建設した。化石の中には3億8600万年前の産後礁に含まれる植物と、 海洋生物が見られる。他に、いくつか、スポーツ会場を含む土地の公園がある。例えば332エーカーのラッピング公園には、ゴルフコース、ソフトボール場、対比家屋、円形劇場、ハイキング道がある。市内には、世界第7位の大きさの時計がある。オハイオ川に近い元コルゲートパルモライブプラントにある。地元民の多くが今でも、世界、 第2位の時計と言っているが、時間の経過とともに順位が落ちてきた。コルゲート社が2008年初期にその工場を閉鎖し、この時計の今後のあり方が疑問とされている。町はこの時計を現在の場所で維持すると明言している。ケンタッキー州ルイビル市の中心街から川の対岸に見ることができる。クラークスビル小劇場はアメリカ合衆国でも、 サイコクラスの現在でも連続して運営されているコミュニティ劇場である。ここにはダービーディナー、プレイハウスもある。地域では唯一のディナー劇場である。グリーンツリーモールのテキサスロードハウス1号店、レストランチェーン店のテキサスロードハウスは、ここが発祥の地であり、グリーンツリーモールの最初に開店した場所で営業を続けている。リバンホールズモールには、 国内で2番目に大きいバスプロショップスの店舗がある。クラークスビルの姉妹都市プログラムは1998年に始まった。イギリスのビュードリーとメルトン・モーブリーが1998年と1999年に友好関係を始めた最初の対象都市であり、現在も関係が続いている。近年、フランスのパリ都市圏にあるラガレコロンブが姉妹都市に加わった。 ありがとうございます。